はいどうも、ミニマリストたけるです。本日は K さんのお宅にお邪魔しておりまして、今回の動画では K さんが手放してよかったもの13選ということでご紹介していただきます。 K さんよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでまずはじめに自己紹介お願いします。はい、家族4人と暮らしながら少ないもので暮らす生活を心がけてます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ということで先日もですね、Kさんのお宅のルームツアーだったりとかインタビュー動画撮らさせてもらったんですけど、はい、非常に好評で、ありがとうございますお子さんがお二人いて4人家族で、はいはい、そしてちょっと映ってるかわかんないですけど、はい、お名前何でしたっけ？はい、麦と申します。はい、麦ちゃんですね。はい、はい、もう参戦してちょっと取材していこうと思いますはい、で今回ですね、改めて、4人家族でありながら、非常にスッキリしたお部屋に住んでるということで、何を手放したのかとか手放してよかったものを、はい、ちょっといろいろね聞いていきたいと思います。はい、ではじゃあ早速1個目からお願いします。はい、お願いします。一応ですね、今この時期なんでよく言われるんですけど、はい、うん、古い教科書ですね。お、なるほど、古い教科書、はい、これ手放してよかったと。はい、はい、これはなぜよかったのかって何かありますか？はい、一応ですね、はい、今上の子が小学5年生、はいはいはい、下が小学2年生になるんですけど、はい、今季節は4月で、はいはいはい、3月ですね、うんうん、学年が変わる時に、はい、大量の教科書、はい、そして新しい学年になると大量の教科書を持ってくるんですね、はいはいはい、で結構皆さんどうしていいかっていう形で、うん、そうよく質問来ますよね。はい、そうなんですよ、はい、なのでもう学校からこれは残さなくていいですよっていうものは全て処分させていただいてますね。あ、そうなんです。なんかたまに僕のコメントとかでもよく来るんですけど、はい、なんか古い教科書とかをまた学校に持ってきてくださいねっていうこともたまにあるじゃないですか。はい、そうですね、 その場合は先生から連絡が来ますね。あ、そうなんですね。はい、あ、じゃあそれでも手放してもいいものだ、教えてもらって、はい、もうそれはもう処分するみたいな。そうですね、一応なんか地図帳とか、はいはいはい、4年生5年生6年生使うよっていうものはきちんと取っておきますが、これは処分していいよっていう多分お手紙が来ると思うので、はいはいはい、それがある場合はうちは捨てちゃってますね。なるほどなるほど、はい、ちゃんとじゃあそのご家族お持ちの方、お子さんがいらっしゃる方、その頼りを基本にそう、あのいらないものは手放した方がいいということで、はい、処分してますね。はい、ありがとうございます。教科書は溜まりやすいですからね。溜まりやすいですね。はい、ぜひこの動画を機に皆さんも手放していただけたらと、はい、整理するね、はい、思います。すっきりします。はい、ありがとうございます。ということでじゃあ続いて2つ目ですね、はい、Kさんが手放してよかったものは。はい、これもまたですね、子供のものなんですけど、はい、一応また新学期に入る前に作品類をたくさん持ってきます。うんうん、なるほどなるほど。1年間書いた習字、はい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 、1年間書いた絵、はいはいはい、作文、はいはいはい、やったプリント、なるほど、テスト、はい、もうすごい量持って帰ってくるんですね。なので、それももう持って帰ってきた日に、うん、瞬時に子供と整理しまして、うんうん、作品類は飾りたいなってものは1点あったので、うん、はい、一定は飾ってあげて褒めてあげる、あとは写真に残したりとか、であとはもうずっとやったプリントはもうすぐ処分っていう形で、もうその日に、はい、もうその日のうちに、ね、その日のうちにやるっていう形で、なるほど、はい、これ結構お子さんが学校から持ってきたものって捨てにくいってよく聞きますけどね。はい、そうですね。 K さんはなんかそこへの抵抗は最初はなかったんですか？そうですね、やっぱりかわいそうだなっていう、ね、頑張ってやってきたのでかわいそうだなって気持ちもあるんですけど、はいはいはい、全部出来上がりがやっぱり違うと思う。でいいものを逆に私も褒めてあげたいなと思うので、はいはいはい、褒めてあげることによってまた頑張ってこようっていう風に子供も思ってくれるので、なるほどなるほど、これすごい素敵だねとか、うんうんうん、あとはこれ飾るねとか、うんうんうん、声をかけて飾ってあげたり、あとは写真に残したりして、あとはじゃあ処分するねっていう形で処分します。なるほどなるほど。はい、なんか前回も取材させていた時に非常に参考になったのは、やっぱりお子さんって作品作る時にやっぱ作品ごとにやっぱモチベーションというか、そうですね、そう、好き嫌いとか、はい、結構はっきりするのは分かるから、はい、だから好きなものはちゃんと褒めたりとか飾ったりとか、その日の、残したりとかして、ちょっとモチベーション低いものとかは、はいはい、手放したりとかっていう、はい、そこら辺からやっていくのもいいか、いいかもしれないですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで続いて3つ目ですね。はい、で3つ目はですね、はい、学校からのお知らせのプリントですね。あ、なるほど、これもたまりがちなんですけど、はい、これもたまりがちです。基本的にもう本当にいろんなお知らせが来ます。懇談会があります、個人面談があります、はいはいはい、あとは家庭訪問がありますとか、もう瞬時にですねこれも選別しまして、大体
月間の予定表と週の予定表があれば大体大丈夫なんですね、はいはいはい、あ、そうなんですね、はい、それ以外はなくてもいいかもしれない。なくても大丈夫です、はいはいはい、で給食の献立表とか、まあ、残しといてもいいと思うんですけど、うんはいはいはい、うちは逆に捨てて今日何食べたのっていう風に会話をしたりとか、なるほど、はい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 、そういう形で使ったりしてますね。なるほどなるほど、はい、だからまあ言ってみたらこれからその学校からのお知らせのプリントを、はい、あの手放したい方は月間と週間のプリント残し、まあ、献立を手放してしまっても、はい、それがむしろ子どもの会話になるから、はい、そうですね、はい、なるべく減らすと、はい、個人面談とか家庭訪問はもう終わったらすぐに処分してっていう形で、はいはいはい、やってますね。ちなみにそのプリントはファイリングはしてるんですか普段は。あ、ファイリングしてます。あの薄い、あの紙1枚入るファイルに入ってまして、はいはいはい、すぐ見れるようになってます、はいはい、っていうことですね、まあ、そういう風にするとプリントも綺麗に整理整頓されて、はい、片付けやすいと、はいはい、いうことでぜひ皆さんやってみてください。ありがとうございます、はい、ということで続いて4つ目参りたいと思います、はい、はい、子供のものでやっぱ使わないおもちゃですね。あ、おもちゃですね、はい、これも結構悩み相談来るんですけど、はい、どんな風に片付けてるとかありますか。だいたい最近使ってないなっていうもの。あ、なるほど、使ってないものからっていうことで、はい、ものはもう少しちょっと隠してみたり、うんうんうん、あとは子供たち本人に最近これ使ってないけどどうするっていう形でちょっと溢れてきちゃったし一回片付けしようっていう形で一緒に見直したりしますね。なるほど、なんかタイミングとかってあるんですか。そうですね、やっぱりその学年が変わる時とか誕生日の前とか、うんうんうん、あとはクリスマスの前とかそういうなんかイベントでおもちゃが入ってくるような時とか、なるほどなるほど、はい、あとはお年玉をもらってとか、うんうんうん、そういう何かを入る前にまずは出すっていう形で、はいはい、っていうことですね。なんかめちゃくちゃ遊びたいのかなおもちゃを持ってきて、はい、で実際になんかお子さんのおもちゃってやっぱりなんかその親御さんってねやっぱりお子さん可愛いからおもちゃ買いがちだと思うんですけど、なんかそこら辺Kさんはどういう風にやってるとかもしあれば、はい、先日ですね、はい、小学校5年生の息子から、はい、うんうん、ママ机が欲しいと言われたんですね、はい、でうちに実際まだ机はないんですけど、うんうんうん、あ、分かった、机が欲しいんだね、じゃあ8月に誕生日があるんですけ ど、 なるほど、はい、8月の誕生日に買おうねって言ったんですよ、うんうんうん、そしたら何がいいか選んどいて机って言ったら、うんうん、えって言ったんですね、はい、なるほど、はい、えって何ってなるじゃないですか、うんうん、はいはいはい、誕生日に机なのってなって、あ、なるほどね、はい、もうちょっと他に欲しいのがあったのかもしれない、はい、そしたら、はい、誕生日までによく考えときなって、お、なるほど、机が欲しいんだって言うと、うんうん、あ、そっか、じゃあお部屋作ってあげようかなって私も思って買っちゃおうとするんですけど、誕生日にじゃあ買ってあげるよって言った時に、はい、えってなったんですよ、うんうん、そうなるっていうことはそんなに欲しくないですよね。まあそうですね、確かに確かに、だから天秤にかけさせるみたいな、はい、きっとそこでな、どうして机が欲しいのって聞いたら、うんうんうん、そこで宿題をやりたい、みんな机でやってるんだっていうんですね、うんうんうん、まあみんなって誰だろうっていうところなんですけど、でもみんな憧れるのはいいんですけど、うんうん、じゃあ誕生日に買ってあげるって言った時に誕生日でお願いって言う気か、うん、えってなってるので、はいはい、一旦考えさせます。なるほどなるほど、はい、っていうことですね、はい、だからで誕生日に欲しかったら買ってあげますけど、はい、ですね、もう誕生日年に1回しかないから、だからお子さんの中での価値基準とか優先順位が変わってくるから、ね、はい、毎回毎回買うんじゃなくて何かイベントごとで買ってあげるから、はい、ね、まあ、慎重に考えさせるみたいな、はい、そこまでちょっと考えてみてっていう形で一旦持ち帰らせますということですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、実際おもちゃとかはだいぶね、あの以前ルームツアーしましただいぶ少なかったですけど、はい、そうですね、はい、やっぱ少なくなると散らかりにくくもなって、はい、なんかまあ、うんうん、大きくなると遊ぶのがテレビゲームになったり、あの公園に行ったりとか、うんうんうん、外遊びとかも結構する子なので、はいはいはい、それでやっぱり厳選してどんどん減ってきたっていう形に、うんうん、なるほどなるほど、はい、ということですね、はい、ありがとうございます、はい、ということでじゃあ続いて5つ目お願いします、はい、5つ目までがちょっと子供のものなんですけど、はい、うんうん、写真ですね、お、写真ですね、はい、お子さんの写真、はい、手放してよかったというか、うんうん、あの学校から例えば写真が売られたりとか、うん、あの幼稚園の時とかも写真が売られたりってしてたんですけど、はいはい、小さかった時は私もやっぱり買ってしまってたんですけど、うんうん、結局買って満足してしまって、はいはい、溜まってったんですよ。なるほど、はい、これは早くアルバムにしなきゃアルバムにしなきゃって言ってアルバムにしたのがもう7年後とか、なるほど、ついこの前綺麗にしたっていう感じなんですね、うんうん、はいはい、なのでやっぱりデータで残す、幼稚園だったら卒園アルバムっていう形でちょっとそういう形で、うん、なるほど、はい、やってるっていう感じですね、はい、ちなみに学校からね、はい、やっぱりそのお写真買いませんかみたいなあります、はい、遠足とか、ね、なんかコンクールだとか、そうですね、今って電子
化にはなってないんですかね、学校って。電子化でも変えるのかもしれないんですけど、はい、基本は現像されたやつ、ね、はい、なるほど。普段 どうしてるんですか、そういうお写真とかは。そうです、私その学校から販売されるのは買わずで、もう卒業アルバムを待とうと思ってます、はい、あ、なるほど。もうその代わり卒業アルバムを大事にします、うん、なるほど、っていうことですね。そっちの方が綺麗に冊にまとまってるしかさばらないしっていうところで、買ってできないっていう気持ちが辛かったんで、うんうん、なるほど、はい、これちょっと難しいところでありますけど、そうですね、振り返っては来てはいたんですか、その写真とかは。そうですね、はい、なので日々の私の日記とかには残してるので、うん、なのでちょっとそこを買ってしまうと、それをあとどうするかまで考えないと、そこのあとができる人はいいと思うんですけど、なるほどなるほど、買って溜まっていっちゃうと逆にかわいそうかなっていう。確かに、はい、そうですね、ちょっとタスクも増えますもんね、なんかあれやんなきゃこれやんなきゃ、そうなんですよ、で7年越しのアルバムってなったら、そうなんです、7年越しに出来上がったっていう。いやー、なかなかねそこら辺難しいから、はいはい、写真とかもなるべく厳選するとか、ね、まあ、買わないのがおすすめかなっていう、ね、手放すっていう形に決めました、はい、はい、ありがとうございます。ということで続いて6つ目ですね。はい、そしたらですね、次がですね、はい、うん、ちょっと子ども関係から出てくるんですけど、次年賀状ですね。年賀状ですね、はい、これも手放したと。はい、年賀状は書くのをちょっとやめました。お、なるほど、はい、はい、もらうはもらうんですか。もらうはもらえます、はい、で来たものには返事を書くんですけど、うん、きちんと丁寧に書くようにはしてます。あ、なるほど、はい、そっか、だから自分から書くのやめて、来るのだけ少数制で、はい、そうですね、丁寧に書くみたいな、はい、やっぱりあの年賀状だけのお付き合いにしたくないなっていう気持ちもあって、で、うんうん、本当に大切な人、友達は大切にしていきたいし、うんうんうん、今年も忙しかったけど今年こそは会いたいねとか、今年は会えたらいいねではなくて、うんうん、LINE で何月何日に会おうっていう形にして、きちんとした付き合いをしていきたいなと思ったんですね。なるほどなるほど。実際なんか年賀状を減らしてみて、なんか どうですか、良かったこととか。いや、もう年末って忙しいじゃないですか、はい、そうですね、なのに年賀状作らなきゃ、写真撮るから並んでとか、はいはいはい、子供たち並んでとかなるほど、どうしようかなとか、ちゃんとした顔してとか、うんうんうん、そういう無駄に怒ったりとか、うん、そういうのがあるので、はいはいはい、そっかそっか、そうですね、っていうストレスがちょっとなくなった感じ で、はいはい、で実際にリアルで会うっていうやつが、ね、あったから、はい、まあ、実際良かったかなと、はい、あの、はい、日々の友達関係を大事にしていきたいなと思いましたね、うんうんうん、はい、ありがとうございます。ということで続いて7つ目お願いします、はい、これですね、手放すというか、はい、ちょっと整理になるんですけど、はい、友達ですね。お、なるほど、はい、LINE のお友達を整理したと、はい、で、はい、これあの小学校とか中学生のお母さんたち、うん、結構あると思うんですけど、うん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 、幼稚園に入ると今 LINE でぐつながって、はい、で学校に入ると学校のクラスの LINE があったり、あとは役員をやったりすると、はいはいはい、役員の LINE があったりするんですね、うん、でそうすると友達がバーって増えてくるんですよ。で今私は小学生のママになりまして、うんうん、今まで保育園と幼稚園に行かせてたんですけど、はいはいはい、そこのなんか知り合いがあの LINE に出てきちゃうんですね、うんうん、はいはいはい、でそれをブロックするわけじゃないんですよ、うんうんうん、あの別にあの今関わりがないので、はいはい、それを非表示っていう形で整理するとすごくすっきりして、今関わらなければいけない人を、うんうんうん、あのすごくあの大切にできるというか、うんうん、その人たちのためにすぐ動けるような状態にしとくっていう形で、はいはいはい、その LINE 上の整理も結構、ね、なるほど、おすすめですね、はい、結構お母さんってね、いろんな人とのつながり、クラブのつながりとか役員だったりとか大変ですけど、そうなんです、友達100人以上になってっちゃうんですよ。すごいですよね。その中から、うん、あの人に連絡しなきゃっていう時に、うんうんうん、ものすごいスクロールになっちゃったりするので、すごいですよね、全然見つからんみたいな、はい、なので今関わる方を優先にっていう形で、うんうん、ちょっと非表示にしとくと、そうですね、あの LINE はまたできるので、うんうんうん、必要になった時にちょっと非表示の部分から LINE 連絡したりとか、うんうんうん、そうですね、いや本当にもう直近で連絡しなきゃいけない人だけを残して、もう半年とか、ね、やり取りがスムーズですですね、はい、はい、ぜひぜひ皆さん LINE のね、あのお友達のちょっと整理をしていただけたらと思います。はい、続いて4つ目、はい、お願いします。そうですね、そういう友達関係からまたずれまして、うん、次はお客様用食器、はい、お客様用食器ですね、はい、はい、なんかお客さんが、うん、ママ友とかが遊びに来てくれたら、うん、はい、出すマグカップはこれとかあったんですね、うんうん、そういうのを全部処分しました。おお、なるほど、それ結構勇気いりそうですけど、はいはい、なのでお客様用食
器を逆に普段使うものに変えて、はいはいはい、あの今まで使ってたプラスチックのどうでもいいような安いやつを処分して、なるほどなるほど、もう常に私もお気に入りを使うっていう形を取ったんですね。そうするとお客さんにも私のお気に入りを出せるし、もう素敵なものだけにしようと。なるほど、はい、いやこれめちゃくちゃいいですね。いわゆるお客様用の食器っておもてなし用じゃないですか、はい、だから自分には言ってみたらもてなす感じで、そうですね、はい、もうお客様にもてなすぐらいの食器を自分にもお客様にも使うみたいな、はい、で少なめにすると、はいはいはい、あの本当にお気に入りを大切にもできるし、うんうんうん、なるほど、急にお客さんが来てもそれを出してもおかしくないっていう形なので、はいはいはい、っていうことですね、はい、どれぐらい手放したものなんですか食器とかは。あ、それがこの前ルームツアーしていただいた時に、あ、はいはいはい、あのキッチンの釣り戸棚に何も入ってなかったじゃないですか、 あ、はいはいはい、あそこにそれを入れてたんですよ。それを思い出しまして、はいはいはい、手放したので忘れてたんですね、はい、なので、そうなんですね、はい、釣り戸棚にあの結構お客さん用の、うんうん、あの夏用のグラスとか、はいはいはい、マグカップっていうのを入れてたんですけど、それをもう全部出して、はい、普段使いにして、はい、普段使いにして少なくしてきましたっていうことですね、はい、いや食器も結構増やすいですから ね、 そう、来客用のお気に入りの食器をぜひ自分たちのためにも残して、はいね、はい、使わなくなった分は処分ということで、はい、ぜひやってみてください、はい、ありがとうございます。続いては9つ目ですね、はい、次から生活用品になるんですけど、はい、ポイントカードを、あ、ポイントカード手放しました、はい、これなんで手放したんですか。はい、一応ですね、やっぱポイントに振り回された買い物をしたくないっていうのがありまして、はい、今必要なものは必要なので、うん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 、ポイントが5倍になるから、あ、じゃあこれ買っとこうかなっていうのをやめたいっていうのもありまして、うん、なるほど、はい、一応普段行くスーパーとドラッグストアは決まってるので、うんうん、そこのスーパーとドラッグストアがアプリのポイントカードになったんですね。あ、いいですね、はい、なので携帯になったので、はいはい、あのカードのポイントカードはもうほぼ処分ですね、はいはい、なるほどなるほど、はい、でも確かに本当に必要なものが少なくなればね、そんなポイントカード持たなくてもいいし、まあ、普段使いのスーパーとか薬局とかでアプリがあればそっちの方に移行した方がいいっていうことで、はい、これ結構なんか主婦の方とかは特に悩みどころで、あのポイント貯めて節約したいって思いもあると思います、うん、はい、実際どうですか、 なんか、その、はい、例えば昨日ですね、あの5のつく日で 5% オフとかやってたんですけど、はい、忘れちゃったんですよ、うん、本当だったら取りに帰ろうかなと思ったんですけど、うん、いや待ってよと思って、はいはい、取りに帰る時間と、うんうんうん、あとは 5% だからといって、はい、例えば1つ300円のものでも買ってしまったら、うんうん、はいはいはい、もう無駄なんですよ。そうですね、もうお店の戦略にそうですね、はい、負けちゃうので、はい、であれば今日 5% なのに私はカードを忘れてるよ、うん、であれば本当に必要なものしか今日は買わない、うんうん、買って帰れないよっていう形で買い物する方が節約にはつながってますね。そうですね、まあ、時間の節約節約にもなるし、やっぱりお金の節約にもなるしっていうところ で、はいでね、ポイントカードはやっぱ持たない方がいいかなと。そうですね、1個あの買うものを減らす方が逆に節約になります。そうです、ちなみにもう全部その紙媒体のポイントカードみたいな全部は手放したんですか。ほぼ全部手放したんですけど、はいはいはい、あの例えば美容院とかのカードとかは、うん、あの逆に手帳に入れてます。あ、なるほど、手帳に挟んでやっぱ月に1回とか行くものは手帳に入れたりして出すぐらいですかね。ほぼもうないです。なるほど、ポイントを貯めるっていうものはないですね。そういうことですね、はい、だからもう診察券とかそういう、まあ、使用頻度の低いものはちょっと別にしまっておいてっていう、別にしまってあります。そっちの方がお財布もすっきりするし、そうですね、っていうところで、はいはい、ぜひ皆さんもそんな風にやってみてほしいなと思います、はい。ではでは続いて10個目ですね、はい、クレジットカードもですね。お、なるほど、これ意外なもの来ましたね。クレジットカード手放したんですか、はい、で一応1枚だけ残したんですよ。はいはいはい、でなんでかっていうと、うんうん、デビットカードを持ってるんですけど、はいはいはい、そのデビットだと、うん、あの決算ができないところがあるんですね。あー、なるほど、はいはい、そのために今1枚だけ残してるんですが、うんうんうん、まあ登場回数は半年に1回ぐらいなんですよね。なので、はいはい、もうこれさえクリアできれば私クレジットカードは最後の1枚もなくしたいです。なるほど、デビットで全部できればいいかな、ね、みたいな感じなんですね、はい、もうクレジットカードもちょっと奥底に入ってる感じです、部屋の、はいはい、そうなんですね、持ち歩かないですね。ちなみにデビットカードで使えないところでどういうところなんですか。お店では使えるんですけど、はいはいはい、子供の教材費を買うとかの、はいはいはい、が全部クレジットじゃないといけなかったりとか。なるほど、あと多分ですね、まだ ETC がクレジットじゃなきゃいけないんですよね。そうか、デビットだと多分ダメなんでしょうね、はいはい、きっと。ちなみに K さんの中でクレジットよりもデビットがいい理由とかって何かあったりするんですか。
もうやっぱり翌月払いにいいことはないですね。まあ確かにね、あの、はい、請求書が来てあらびっくりみたいな。そうですね、もう使ったものがすぐ引き落とされるっていうシステムが一番いいです。そうですね、一番お金感覚で使ってる感じになりますもんね、はい、魔法のカードにならないというか、はい、そうなんです、やっぱり翌月はね、はい、なるほどなるほどということでね、あの本当にクレジットカード何枚持ってる方は一回厳選して、ね、解約するのも、はい、1枚持って2枚かなとは思いますね。そうですね、はい、はい、ありがとうございますということで、はい、続いて11個目お願いします、はい、でポイントクレジットと減らしましたので、はいはい、財布を手放しました。お、なるほど、財布を手放したんですね、はい、財布手放しました、はいはい、これなんか財布手放した理由とかあるんですか。はい、今もう電子マネーでした、あの、はいはいはい、携帯で決算ができるようになったので、うんうんうん、携帯一つでお買い物ですね。なるほどなるほど、ポイントカードもここに入ってるし、うん、携帯で決算もできるので、なるほどなるほど、財布いらないなと思いましてね。おお、はい、なるほど、でも手放してもう今ではもう電子決済、そうですね、キャッシュです、はい、キャッシュレスでやっていて、ということですね、特に問題なく、はい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 、ちなみに習い事とかだと昔って結構現金なんかを払ったりとかしたけど、そうなんです、最近のあれですかクラブとかは、はい、うちのクラブは現金なので、うん、もうそれだけです、現金を押すの。なるほど、はい、そっか、だからその時だけちょっと銀行から引き落として払うみたいな感じ で、はい、もう それ以外は基本もキャッシュレスでやってると、はい、実際財布手放してみてどうでしたか、良かったこととかなんかあれば。いや、あの本当にレジの会計はスムーズですね。そうですね、はい、不便なことは今のところないかな。なるほど、はい、ただもう本当に普段のなんか行くスーパーとか薬局とかで多分日用品はほとんど買えるから、はい、それでもクレジットとかね、キャッシュレスで行ける方はぜひクレジットカードも、はい、ポイントカードも手放し、そうですね、もう身軽になっていただけたらと、はい、はい、思います。続いて12個目ですね、はい、お願いします。通帳もですね、はい、私ほぼないんですよ。通帳ですか、はい、今、はい、メインバンク使ってるのが、うんうん、もう通帳いりますかって聞いてくるので、もうなしにしました。でもそれいいですね、はい、携帯で見れるんですよね。あ、確かにアプリとかもありますもんね、はい、アプリであるので、もうそれで振り込みもできるし、そうなんですね、はい、もう残高もすぐ確認できるので、うんうん、そうか、まあなんかもう本当通帳も持ってる意味がなくなりますもんね、はい、アプリとか、はい、ネットで見れれば、ネットバンクとかでね、もうそれだけで残額もわかるし、そうなんです。であとはご結婚された方は旧姓口座の整理とか、あ、そうそうそう、早めにやっといた方がいいと思います。そうですね、いろいろ女性の方ってお名前変わったりとかで結構大変なんですよね。そうなんです、そうなんです、もうあそこの整理が終わると本当にすっきりしますね。ですね、だから特に今女性は、はい、やっぱりそのたくさん口座持ってるといろいろ大変になるから、そうなんです、そうなんですよ、本当に厳選して厳選した方がいいですね、はい、いいと思いますね。はい、ありがとうございますということで、はい、めちゃくちゃ遊んでますけどすいません、いえいえ、はい、ということでじゃあ最後13個目ですね、ケイさんが手放してよかったものは、はい、収納ボックス、お、ケースですね、収納ボックスですね、はい、はい、これで手放そうと思った理由とかありますか。はい、やっぱり物を減らしたいなと思った時に、うん、やっぱり収納があるとそこに入れてしまうんですよ ね、まあ、すね、はいはいはい、なのでもうこの収納を捨ててしまって、うん、入ってるものを出し、うん、それが備え付け の収納に入らなければ、うんうんうん、一度見直そうと思って、なるほどなるほど、整理しました。ちなみにやっぱりご家族がいらっしゃるとやっぱその分物も増えて、やっぱ収納って増えがちじゃないですか。 そうですね、そのあたりケイさんどういう意識でなんか過ごしてるのかって、ね、収納買う時とかもきっとあるのかなと思ったりとかはするんですけど、はい、そうですね、今の例えばお家って結構マンションもそうですし、うんうん、一軒家もかなり収納すごく優れてると思うんですよ、うん、そうですね、キッチンもそうだし、うんうん、あのリビングとかね、いろいろあるので、うんうんうん、もうそこに入るだけ、うんうんうん、もうこれを買った時に今あるものをどれか捨てれるかとか、うん、どれかを処分できたら買うっていう形にしてますね。なるほどなるほど、だからもう追加でほぼ買わずに、はい、もう備え付けで収まるように物減らすみたいな、はい、そうなんです、感じで結構じゃあ収納ボックスとか収納系は手放した感じなんですね。そうですね、ほぼほぼ手放してきてます。うん、でもルームツアーの時とかもすごいスッキリしてますもんね、はい、それこそ、はい、そうですね、あと2つあるんですけど、はいはいはい、それは手放したいので。お、なるほどなるほど、またいずれ、はい、挑戦中ですね、はい、頑張ってます。お子さんがでも2人いて、はい、でも学習 そのテキストのね、はい、収納ボックスみたいなのも今1個ですもんね。そうですね、それの前にあるし、それだけです。大体お子さんの、ね、テーブル前って結構ごちゃごちゃしがちですけど、そうですね、やっぱそういうのも収納買わないことによって、はい、まあ、すっきりするというか。そうですね、はい、ぜひぜひ皆さん、はい、収納手放してみてほしいなと思います、はい、
ということで13個ご紹介していただきましたけども、はい、なんかこれ一番手放してよかったのを最後1個でご紹介していただいて、はい、終わろうと思うんですけど、一番Kさんにとってこれ、ね、手放してよかったっていうのを。財布です。あ、お財布、はい、これなんか一番にあげた理由ありますか？いやもう本当にお会計楽です。あ、なるほど、はい、そうか、お母さんって重い荷物持ってとかいろいろ大変ですもんね、はい、で今鍵が携帯で開けれるようになるの出てるじゃないですか。 ありますね。もう鍵さえ私携帯に入れたら最強だなと。確かにそうですね、はい、ポイントカード入ってる、現金入ってる、口座も入ってる、あと鍵さえ入れば、はい、携帯一つで。いやでも本当にお母さんってお子さんがいたりとかやっぱ大変だし、重い荷物持っていろいろ、ね、出かけたりとか大変だから、もう荷物はとりあえずできる限り身軽の方がいいから、はい、お財布とかポイントカードとかクレジットカードとか、ね、お金関係をちょっと手放すといいかもしれないです ね、はい、金運も上がりそうで、はい、はい、ありがとうございます。ということで、ぜひ今回の動画を参考にですね、皆さんも共感した部分があれば実践してほしいなと思います。ということで、本日もKさんありがとうございました。ありがとうございました。 I need someone to save me、no. And don't come running to blame me、From miles away I can tell that something's off The way you look and how you pause When you talk I think I said enough You